こんにちは、ドクターネックスです。今回は続きをやっていきましょう。限定クエストマユリ VS ザイロアポロ第2幕ですね。で、ちょっと周回するためにね、先一回クリアしたんですが、セリフとかは見ずにやってるんで、セリフを確認していきたいと思います。ここか、もういっか。今ね、レベル上げの最中でございます。ここで中ウェンドポイント条件だけど、車内何回か周回してるけどね、まだ星4どっちも落ちてないんですよね。京都クエスト土日はなんかお金って書いてありますね。マジコクリニカ、クリニカ歯がピカピカになる。さっさと始めよう。でね、ここは確か大丈夫だったと思うんだけど、結構時間ギリギリじゃないですか、ここって。この3つ特に最後のとかは属性がちゃんと一致して、有利属性のやつをそれぞれ出さないと時間が最初間に合いませんでしたね。3分。体調コレクションどうしようかな。ボリューム2マユリのためだけに1回回してみるかっていう。ほんと新キャラ来ないですよね。遅かった本日あいそぎじぞ。発動必殺発動したけど残ってる月がでやられる。仲良しだっけ。悪いな、まだ死ぬ気にはなれない。はい、次
第2幕のハード、ここ確かね、そうそうそう、ちょっと見て、いちごだと3分切れなかったんですよ。アクセサリーや何もつけてないこの室外くんで、力と速さなんで、速さ属性でいかないとダメでしたね。力属性だと3分超えました。薬飲んだんだけど頭が痛い。マユリ狙いでケンパチ出てもさ、ケンパチ出ても嬉しさがないんだよね。この血ダメージ生存ってこいつしかいないけどさ、使えない、ね、一回踏ん張るってことなんでしょこれ。今日は違うのかな。栄養補給剤、栄養飛躍、そうだったけど、やっぱり副作用があって感じだった。でも人間だけの部分多くすればすげえいいんじゃない。死神だけの配合を間違えなければ、星さんもなんかオチが悪い気がするんだよな。集中できない、喋れてない、まあいつも通りだけど、喋れてないのはいつもだけども、ボスウリュウ、
タイミングしっかりやればね、相手に必殺技を使わせることなく勝てるんですけどね、失敗しちゃいました。経験積ショートか、何の役にも立たないよね。お金売っても少ないし。さあここは、ああダメだな。ちょっとここはメンツを交代しないと。こんな感じですね。今のさ、なんかクリア時間見てなかったな、そういえば。ラストはね、ほんとね、みんな星5でやって、ほんとギリ、やっぱ2分42とか、そんな感じですね。相手の属性覚えてねえ。まあいいか。それぞれ技、心、地位の順番で出てくるんですよ、ここ。なのでこういう並びにして現れた時倒したら交代してってやってきましたね。ここでチェンジして、ちょっと回復させて、でまた技が来るから、本当に交代して忙しいね。テンポで行くんだよね。あーしまった。これでね、まとめて当てられるといいんだけどな。起きろこら。次はこっち。ああそうか、こいつだけねガードしちゃうんで、あれまだ死んでない。よし、2体になった。
りだ。まとめてけ。面白い。今、地熱へー。監視用の近列に対して遅かった。リヒトレーゲン。さすが押してたのにな。まあ間に合ったんじゃないかな。なんでだよ、なんで親父来てるんだよ。悪いな、まだはい、以上で、終了ですね。マイリバーサスザエルアポロ華麗なる対決第2枠ですね、やってみました。ここのところ最後がやっぱね、属性一致で進めないとちょっと3分割るのが難しいんじゃないかな。星5一体だと多分厳しいと思いますね。はい、そんなとこでした。星4のマイルとザイルアポロが落ちるんで、おそらく次のガチャの星5のためにとかじゃないのかな、違うのかな。はい、以上になります。告知全然来てないけど、きっとそのうち第7幕と、あ、第7編が、ペンテナの第7編が来るんじゃないかなと思ってますが、はい、以上になります。ご視聴ありがとうございました。